今回の米韓首脳会談では、台湾海峡、南シナ海という中国の核心利益について言及されたが、中国政府は意外にも静かである。日米首脳会談の時とは異なり、中国政府は公式的な立場を示していない。中国は、隣国である韓国が本格的に反中路線に合流するかに関して、米韓首脳会談に誰よりも注目していた。 会談後の22日から2日間が経つが、中国最大ポータルサイトバイドでは米韓首脳会談のトピックが、リアルタイムの人気検索後の上位に上がっているほどだ。米韓両首脳は21日、会談後の共同声明で我々は南シナみ及びその他の地域における平和と安定。 合法的で妨害を受けない商業及び航行上空飛行の自由を含めた国際法の尊重を維持することを約束した都市上バイデン米大統領とムン・ジェイン韓国大統領は台湾海峡での平和と安定維持の重要性を強調したと示した。またムン大統領は共同記者会見で両騎士関係の特殊性を認識しながら両国が共に協力していくことにしたと直接中大関係について言及した。 このことに対して中国官営メディア環球時報は内政干渉だと報じ、中国のネットユーザーたちも SNS で非難した。しかし中国政府は昨日現在まで、特別な発表をしていない。中国外務省は日米首脳会談の共同声明が出された翌日には、報道官を通じてその立場を示している。この時中国外務省は尖閣諸島は中国の領土香港新疆ウイグル問題は、 中国の内政であり、国際関係の基本順のりを深刻に違反したものだと強く非難した。今回の米韓共同声明において台湾が直接言及されたことは異例であるが、中国と関連した単語のレベルが全体的に調節されていたことが、中国による反発が茂るされなかった理由だと見られている。またそれ以外にも中国が反発しない理由として、 中国が韓国との関係をこれまで以上に重要視しているためだという見方もある。日本、オーストラリア、インドに続き EU まで半中基調を示す中、中国は韓国との外交が重要な状況となっている。中国官営新華社通信参加の参考小速問は23日韓国は米国と新型コロナウイルス感染症ワクチンの委託生産の締結を望んでいて、また北朝鮮との核交渉をするために、 米国が必要としているものを提供したのだと解釈した。またもちろん中国には、中間間の関係をきちんと守護する自信と方法が十分あるとし米国の妨害により中間関係が傾くことのないようにするが、結局大勢は誰も留めることができないと強調した。